皆さんこんにちは。昨年ホッケー日本リーグの大学チームで活躍し、今シーズン地元に戻り、地元の社会人チームに加入して活躍されている選手にインタビューをしていきたいと思います。本日はコカ・コーラレッドスパークスの品玉優衣選手にご登場いただきました。コカ・コーラレッドスパークスの品玉優衣です。ポジションはフォワード、背番号は7番。東海学院大学から移籍しました。出身は山口県です。よろしくお願いします。最初はすごい緊張しててガチガチだったんですけど、今はすごい楽しんで慣れて毎日楽しくやってます。皆さんすごいとても優しくて、今年は同期がいなくて新人一人だったんですけど、その寂しさも感じないくらい休日も遊んでくださったりして、すごい楽しいです。私がホッケーを始めたのは小学3年生の時だったんですけど、いとこに誘われて行ったコカ・コーラレッドスパークスのホッケー教室に参加したことがきっかけでした。横田高校と東海学院大学に進学したのは、自分が中学3年生の時にインターハイ予選で見た小早川志穂選手に一目惚れして、一緒にホッケーしたいなと思って同じ高校大学に進学しました。小早川選手、昨年のリーグ MVP、 このパリオリンピックの代表桜ジャパンにも選ばれました。パリオリンピックでは強豪のオランダ戦で1得点、そして同じ横田高校出身の長谷川美優選手からのアシストということで、横田高校ラインで、見事オリンピックで得点入れたわけですが、結構やっぱ刺激を受けましたか？すごい見てて刺激を受けましたし、一緒に実際にプレーしてた方だった美優も一緒同期だったので、すごい嬉しかったし、もっと自分も頑張ろうと思いました。志穂さんのすごいところは、もう攻守においてずば抜けてうまいところです。攻撃の場面では取られずにシュートまで持っていく突破力だったり、シュートを決めきる決定力だったり、視野も広くてパスも散らせるオールマイティな選手なので尊敬してます。守備でも頭を使ってプレスをしたり、自分たちがこうしてほしいなって思うプレーを相手に誘導するところがすごい勉強にもなってます。小さい頃からもう隣の県なので、友達と遊びに行ったり家族でお出かけするのも広島県だったので、すごい身近な県というか場所、なんかアットホームでいいです。広島県はすごいスポーツが盛んな県で、自分もサッカーがとても好きなので、サンフレッチェ広島の観戦をよく行ったり、地元も近いので友達が広島に来てくれて一緒に遊んだりとかしてます。コカ・コーラ製品が売られてるところに行って、在庫を補充したりとか、きれいに並べたりとか陳列したりとかをしています。世界でも通用するようなホッケーをして、ホッケーの存在をもっと日本にしてもらうことが盛り上げるために必要だと思います。今までの自分の将来の夢が、憧れだったコカ・コーラレッドスパークスに入団すること、その夢が今叶った状態で、次の自分の目標が、今ポジションがフォワードなので、日本リーグの最多得点選手賞を受賞したいっていう目標があります。すごい憧れもありますし、でも自分の今のスキルじゃ全然まだまだ足りないっていうのは分かってるので、このコカ・コーラに入ってすごい日本代表の方もおられるので、その技術をしっかり近くで学んで、いつか挑戦したいと思ってます。次はロスオリンピック、今回の大会では1勝挙げましたけど、ぜひ、そのロスオリンピックに、出れるように、コカ・コーラで頑張って活躍してもらって、まさに憧れの小早川選手と一緒に、ロスのオリンピックに出れるといいなと思います。ありがとうございました、はい、これでインタビュー終了します。コカ・コーラレッドスパークスの品玉優衣選手でした。今後の活躍を期待しています。
頑張ってください。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。